皆さんこんにちは、カンナイテンのカンナです。はい、さあ今日はですね、この間買ってきた、うちの娘と息子のカバンを紹介していこうと思います。さあ行きましょうか、カンツバキチャンネル。はい、ツバキは向こうだよ。はい、じゃあ紹介してってください。あれ？なんか一つ出てっけど。いや、だからそっから紹介かよ。はい、じゃあここはですね、モンベルかな？モンベルっていうのかな？よいしょ。さて、これはモンベルさん。モンベルさんの、はい、じゃあカバン。まず、ちょっと椿のから行くか？じゃじゃーん。はーい、これでーす。じゃん。保育園用に買いました。はい。見えねえ、見えねえ。お前の手しか見えねえよ。はい。あ、なんかちょっと暗いね。水色の？何色なの、じゃあ。どう見ても水色でしょ。お前のこれ何色に見えんのよ。こっちは、これは違う、水色じゃん。こっちは水色でしょ。緑？青 青？まあいいや。まあなんだろう。中ちょっと開いてみて。役に立たねえな。ちょっと開いて。ああ、そうか。じゃあ、はい。これは後でじゃあ、しょわせようか。はい、じゃあ、カンナのやつ、出して。ああ、そうか。名前書いてしまったら、また怒られる展開だよ。動画出すって言ってんのに。はい。お願いします。おー、いいんじゃないですか？これ何万だっけ？ 1 万800円とか、そんなん、そんなんね。あ、そうか。税込み価格なのかな？1万800円。2万、あのね、2万2000円のやつか、この1万800円で考えたんですよ。で、まあ、に、ちょっと、パパは2万2000円推ししたんだけど、ただ、色がね、すごいピンクだったのね、蛍光色の。まあ、さすがにあそこまでの色は厳しいかなっていうことで。で、カンナのこれの決め手、知ってる？何？ここに、携帯が入れる。へえ。首からね、携帯かけるんだって。で、その時に、首からこう出てる携帯をここに多分入れるんだと首しまじゃないの？思う。閉まらないあ、そう。でもあれだね。まあ、これから携帯がもう持ちよかったね。中どんな感じ？でも、モンベルさんは、なんだっけ、山登り？そう、山登りとか、そういうアウトドアの感じのものなんで、ものなんでっていうか。いいね。ああ、いいじゃん、いいじゃない、いいじゃ見て、これちゃんと1つ、2つ、ね、次、あ、ない。そこも。まあ、これで一生懸命ちょっと紹介してくれ。全く見えてない、あ、これ。暗い。いや、見えんのかな？見えてんのかな？どうなんだろう。で、あ、ここも一応ポッケでしおお、ょ。結構いいね。で、ここもポッケあ、でやっしょ。ぱ多機能だね。こう、やっぱり山登りとかしてちっちるとゃいね。ポケットの中にもまたポケットがある。だね。せっかくさっきは我慢して。見て、なんだこれ。ちょっと、これなんだ。何これ？え？あ？気づいてくれた。すげえ。雨降った時に。ったらかけれるんだ。ねえ。あ、すごい。何ええー。とかあんの、これ。はいはいはい。これバーってかけれるんだ。ね。あら、すいいごいね。ね。よかったね。あら、知らなかった。1万800円って言ったらどうなんだろうな。まあまあ、悪くないものかなとも思うし。だからこの、ただ山登り系のね、なんしたっけ、ノースフェイスとか、あの辺に比べれば、まあ若干安いのかなっていうのはあるけど。あれ、パパ高校生の時よく流行ってたけど。これ？いや、ノースフェイス。そうなんだ。今も流行ってるよいやね、すね、ごいずっね。と流行ってるな。高校生みんなあれ買ってるよ。パパ可愛いんだよ、ねえ。まあまあ、良かったんじゃないでしょうか。じゃあ、パンしょって、椿のしょか。じゃあ、ちょっとショートコに行きますか。なぜか毎週。可愛いね。よし、いいぞ。いい？これ、どう？ディー。後ろにしょってみる、ちゃんと。すごいいいと思うんだけど。どうした、どうした、どこ行くの？あなたは？はい。なんか、おかしいな。まあ、でも、カバンはいいね。いや、その服装にそのカバンがやばいな。服装がやばい。椿もじゃーん、見てって。じゃじゃかーん。わいい。ああ、いいね。いいんじゃないでしょうか。で、これ、椿のカバンが5000円？
しなかったよ。3600円。いやまあ。いいね。いいね。喜んで喜んで。はい。いやなんかめっちゃ映った。見てお姉ちゃんもほら。よし。はい。いいね。